皆さんこんにちは、相川です。今日は開封動画ですね。ソニーのデジタルカメラが届いたので開封したいと思います。こちらですね。だいたいこれぐらいの大きさで届きました。納品書ですね。こちらです。α7-3 ですね。分かった。ごめんね、後で遊ぼうな。後で遊ぼう。はい、ソニーの α7-3、本日発売ですかね。じゃあ開けてきます。保証書、先ほどの納品書と合わせて保存します。まあ、説明書ですね。はい、こんな感じですかね。はい、ストラップです。α7 だそうですね。はい、レンズセット、レンズキットですかを注文したので、こちらが入ってます。 FE3.5-5.6 28mm から 70mm が入ってます。こんな感じですね。まあ、4万円ぐらいのレンズなんで非常にプラスチックな感じがしますけど、実質これセットだと2万ちょっとぐらいで買えたことになると思うんで、まあお得だと言えばお得かなと思います。はい、これレンズフードですね。さて、いよいよ本体ですか。おお、あとは本体しか入ってなかったね。ケーブルとかないのかな。本体ちょっと待ってくださいね。ケーブルが、あれ、ああ、あったあった。ケーブル類はこちらにありました。充電池こちらになります。充電池NPFZ100 が入ってました。で、これは充電のプラグですね。ここに USB ケーブルを挿して、カメラとつないで充電する形ですかね。そして、カメラはこんな感じです。手のひらサイズですね。ああ、ここにもちゃんとついてますね。たまについてないモデルがありますけど、これであとストラップつけて電池入れてメモリーカード入れればバッチリですね。ここですね、ダブルスロットになってますね。これね、早いメモリー SD カード対応なんですごい楽しみです。うん、このクリック感のなさ、頼りなさがちょっと気になるかな。まあこの辺の液晶の硬さはいい感じです。ボタンも、はい、クリック感とか、いいかなと。これでバシバシ撮りたいと思います。はい、この辺はマイク端子ですか。マイク端子とか、はい、イヤホン端子とか、一通りはついてんだね。これ USB の端子ですね。はい、それじゃあ本体にセットになってたレンズをくっつけたいと思います。はい、ここ合わせますね。入った。カチッという感じがちょっと薄いですね。はい、つきました。こんな感じです。非常に、なんて言うんでしょう、両手に収まる感じですね。いい感じですよ。はい、こんな感じです。
感じですかね。じゃあちょっと電池入れてみます。はい、バッテリー入れたので電源入れてみます。はい、初期設定ですね。はい、初期設定完了。あ、充電池少ないですね。これ充電しないとダメですね。はい、おお。ピント早い気がする。おお、良さそうですね。うちの愛犬も嬉しそうです。はい、あくびしてますけどね。はい、こんな感じですかね。以上です。充電して一杯取りたいと思います。